皆さんこんにちは。残機ヨーリーグ2023セミファイナル4回戦です。はい、ここまで来ました、来ましたね、はい、実況は私オカムと、解説にライフデザインパートナーから桐生隼人副会長来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今トップですね。今そうですね、もう本当に堀内先生がいやでも、さっきもね、2回戦、はい、ピースケがやっと開眼と、はい、トップ取りましたね、でかいの。もうあとピースケ選手もあと1回あるということですけど、堀内選手と桐生さんで取っていくと、取り走りたいですね、はい。現状のおさらいをします。現状1位がライフデザインパートナーで36ポイント、で2位がサンエイト31ポイントで、3位にまめで21ポイント、4位がアルタイルジャパン18ポイントで、5位がよそやマスターでマイナス8ポイント、今最下位がドラゴン細いチームマイナス16ポイントということで、上下今52ポイント差ですね。まあ52ポイント差あったとしても、まああの決勝に残れるのが3チーム、うん、はい、ですか。なので現状のボーダーが、21ですね。そうですね、21、はい、まあね、1人6、1チーム6本打って、うん、全部で12回セミファイナルあるんで、はい、まあ、まだ全然あの気にする並び、そうですね、数字ではないかなと、はい、言うてまだ序盤ですからね。そうですね、なので、はい、まあ、特に並びとか気にせずに皆さん伸び伸びと打っていただくっていうのが、まだこの序盤だったらいいんじゃないかなと思います。トップ目指して、はい、条件戦まではまだまだ先かなというところですね。はい、はい、では、今回の対戦カードの、ご紹介です。アルタイルジャパンから平沢元気選手ですね、はい、3回戦は平沢選手、トップでしたので、はい、その勢いに乗っていきたいというところですね。で、健康麻雀2豆からマキちゃん、はい、で予想屋マスターからピンフちゃんというところですね。女性が2名ですね。そうですね、はい、平沢さんが緊張しないからまあ一番のポイントですかね。そうですね、はい、多分マキちゃんの打ち数字は企業リーグ同じリーグだったんで、うん、まあ、平沢選手も、マキちゃんもお互い見てると、思いますが、ピンフちゃんは、当たるのが初めてですね、はいはい、ただマキちゃん企業リーグ前予選のところはめちゃくちゃ強かった。めちゃくちゃ強かったですね。めちゃくちゃ強かったです。結構明確ですね、折り判断、はい、押し判断、そうですね、もう明確になって、もうすごいシステム化されてるなっていう感覚は打ってて思いました、はい、そうですね、そうそう、本当に強いんですよ。でピンフちゃんもクイーンズカップ初代クイーンですからね。そうですね、女王ノリに乗ってますね。ノリに乗っている、はい、いや、まあ実力はもう皆さんもう十二分に、はい、ある方々ですので、まあ、この対戦も、お楽しみください。はい、では選手の皆さん準備ができましたら入場お願いします。はい、トンチャアルタイルジャパンから平沢元気、はい、凛としてますね、でかいですね、はい、なんちゃ、健康麻雀2豆からマキちゃん、青いですね、色変わりましたね変わりましたね、毎度毎度変えてるんですかねはい、シャーチャ、予想屋マスターからピンフちゃん、おお、どすこい、あー、どすこい、おー、はい、かわいいってことですね、はい、まあ、よそやマスターチームは今、現状5位でマイナス8ポイントですので、ラスオーヤなのでトップで、どんどん続けていくのか、そこら辺も見ものですね。そうですね、はい、得点を稼いでいくのか、はい、楽しみです。健康麻雀2豆は純粋麻雀が強いマスターが作った世界初の三英寺健康麻雀店です。健康麻雀2豆では豆を使って遊びます。豆は換金できません。残った豆は茶豆できます。次回ご来店の際は茶豆を引き出して遊べます。麻雀したい初心者さんは健康麻雀に豆に来てね。ヒルさんはこの人たちと戦ったことはありますか？あります。あります。はい。あ、マキちゃんとも戦ってましたもんね。そうですね。企業リーグでマキちゃんと戦って、はい、まあ、平沢さんとも企業リーグで戦って、はい、戦ってます。ピンフちゃんとはあの別のちょっと企画で、はい、戦いました。はい、あ、まあ、一半ちゃんだけです、ね。そうなんですね。はい、はい、じゃあ、 まあ皆さんの血筋はある程度
なんとなくは。そうですね、まあ、皆さん動画に結構出てる方なんで、はい、これ切るのかなっていうのはちょっと予想しながら、じゃあそれも踏まえて、はい、解説をお願いします。はい、始まりました。親が平沢元気選手、ドラがチュンです。ピンズ一メンツですかね。うん、そうですね、はい、まあ、ここは役配を重ねたいですね、ちょっと。はい、役を重ねていきたい。なんちゃがマキちゃん、シャーチャがピンフちゃんです。お、イーマンアンコ、あ、いいですよ、結構整ってますねこれ。はい、リャンシャンテンですかね。はい、はい、さあ、ドラのチューンは今誰も持っていない状況ですかね。そうですね、まあ、はい、でもそんなにね、ドラ、まあ、赤だったり花だったりいっぱいあるルールなんで、はい、うん、まあ、ドラにあんまりね、とらわれず、そうですね、ドラの価値はちょっと低いですからね、はい、まっすぐが一番いいと思います。うん、そうですね。さあ、ピンクちゃんにもう、ピンクちゃんイーシャンテンになってます。ね、はい、あ、これ大きいですね、このペイの重なりは結構大きいかなと。言ってた通りですね、重ねたいと言っていたらペイを重ねた。はい、はい、マキちゃんもリャンシャンテン、リャンシャンテンですね。あ、ローソンありました。いいとこを入れて、いいですね、ピムちゃん先制リーチです。リャンスのテンパイですね。運気高まってますね。高まってますね。乗りに乗っている。乗ってますわ。はい、ピムちゃんリーチ花々ですね。ドラチュン、ドラチュン、はい、まあ、現状は4000点、ウーソーで上がれば満貫というところですね。そうですね、まあ、リャンウーソー序盤のリーチってこともあって、まだ山に6枚ですか。あ、6枚いますか。残像2枚持たれて、ウソ全山ですね。ウソ全山、うん、ここはぜひ上がりたいところ。他の2人がどう受けていくか。まあ、そうですね、まだちょっと、まあ、安牌少ない、現物少ないんで、はい、ある程度まっすぐ行ってもいいんじゃないかなっていう気はします。はい、お、マキちゃんいいシャンテンでしたが、あ、白ごつも、これはウーソーに取れます。ウーソーに取れません、ね。リーズも花々赤。マンガンの白ポッチで1枚ですね。1枚ですね。高まってますね。高まってますね。一番高いやつですね、これ。いいですね。最高め。最高めです。はい。これセミファイナルで初めてですね、白ポッチつも。ああ、もう4戦目にして。4戦目にして初。初。はい。さあ、親番変わりまして、2番目のマキちゃんです。マキちゃんネイル可愛いですね。可愛いですか。やっぱ、やっぱそういうところに目がしっかり、いいね、持ってる男は。はい、いや、全然気になりませんでしたけど、そうですね、言われてみれば可愛いですね。すごいキラキラしてます、ね、キラキラして、そんな小声で言わなくてもじゃあ、まあ、麻雀見ますか。麻雀見ましょう。はい、はい、赤マキちゃん今2トイツ1アンコですね、うん、ピングちゃんも、まあ、役配重ねて、いい感じですね。いい感じですね、まあ、初が役配と。はい、これはチーピンを残してるのは、まあ、チーピン残してるの、ピンズ上が伸びた時に、まあ、一旦多分例えばパーピンとか引いたら、はい、うん、吐く切ってみたいな感じで、はいはいはい、両面を、まあ、相座払っていく構えがちょっとあると。あったってことですね。でチーピンを残したのかなっていうところですね。はい、まあ、あとはあの統一統一自敗自敗の統一なんで、はい、まあ、やっぱり両面の方が強いですから。うん、はい、そうですね、はい、そうなった時の統一落としも考えて、はい、これのチーピン残しかなと思います。なるほど。さあ、親番のマキちゃんは今あんこが2つ、そうですね、ピンクちゃんはさらに広くなった。平沢選手は、平沢選手リャンシャンテンですね。平沢選手はですね、イーシャンテンですね。あ、失礼しました。イーシャンテンですね。はい、スッチーピンに同級のイーシャンテン。そうですね。はい。さあ、マキちゃんも、イーシャンテンです。お、お、いいとこ引いて。リーチ、これは。リーチです。スッチーソーウーピンですね。スッチーソーウーピン。はい。ドラさん。リーチドラさん。マンガン、現状マンガンです。これまあちょっとピンフちゃんどこまで行くかですね。はい、一旦シャアで回りましたね。ましたね。はい、まあ、これシャアで回ってなかったら天敗ではありましたが、はい、
なかなか行きにくいところで。ヤングピンと三蔵を押さないといけないと。そうですね。はい。さあ平沢選手もいいシャンテン。これね、平沢さん想像にくっつくとウーピンやばい。そうですね。ウーピン出ちゃいますね。ウーピン出ちゃいますね。はい。しかもこれ想像の方がくっつきそうな。そうですね。これ。さあピンゴちゃん。三蔵しましたね。三蔵しました。ヤングピン。これウーピン平沢選手払ったらダブロンですよ。そうですね。これね、ただ難しい。あ、積もりました。リーズも赤さん、はい、はい、マンガン6000オールの、妻がいです。いいですね。いいですね。いいやですね。はい、なんかマキちゃんって感情の起伏がなさそうな印象はありますよね。常にメンタル一定ちゃんと打てる。ああ、それはなんかありそうですね。はい、なんかそれもやっぱりこの麻雀っていうゲームの捉え方じゃないですかね。はい、なんか流れがとかって思ってる方は多分そういうのって結構ブレると思うんですけど、はい、まあしょうがないよねって思ったら多分あんまりそういうの考えなそうですよね。そうですね。はい、まあそういうのもあるでしょう。麻雀なんだからぐらいな感覚な気は、うん、はい、しますね。さあピンクちゃん、チートイチのいいシャンテンですね。はい、はい、早いです。横も見える形、うん、いい手格好です。さあどうするか。これね、やっぱりあの白と初の比較で、はい、やっぱり白ポッチある分、はい、先に白を切ると。うん、そうですね。待ちになった時に、まあ、リーチ合戦とかなった時弱いですもんね。おお、ここは初残しましたね。はい、これはもうチートイチを意識して、そうですね。ってことですね。うん、ソーズ、ピンズの下の伸びはいらないよと。いらんと。チーマン。ピン立てもいらんと。はい。そう、平沢選手、これ4トイツ、ね。4トイツですね、うん。はい。横に行きそうな手組ですが、縦に重なったらチートも見えると。そうですね。はい。お、ここで、初を切っていく。ね、うん、まあ、初と、ペイどっちがいいかっていう話で、うんうん、直前に切られた、はい、まあ、どっちも直前に切られてるんですけど、ペイ合わせてなかったんで、うん、初を切りましたと、はい、いう感じですね。ということですね。さあビューザーどうする、うん、ここはペイを切る。ここで若干まあ横も見ますよと、はい、平沢選手どうですかね。なかなか手が進まな、うん、進んでいない状況。そうですね。なんかこういうリャンゾーってどこまで引っ張ればいいんだろうっていう感じになりますけどピンチはさらに、数層をアンコインして広くなりました。そうですね。平沢選手はこのリャンゾー残しとか結構いつまで残すかっていうのもありますよね。そうですね。ピンチはトンを鳴いて、トン赤花、赤花ドラドラですね。漫画のテンパイが入ってます。そうですね。これ結構ね、やっぱり濃く見えますよね。40目に数ピンとか切られて、うん、トンポンしてローソー切り、うん、はい、ってなると結構もう整ってるなっていう、テンパってもおかしくないなっていう感じには結構思います。はい、そうですね。なんかそういう時に結構ちょっと解説っぽいこと言うと、はい、なんか6巡目と7巡目の初とペイの切り順だったりとか、はい、まあ、もうちょっと情報落ちてればそこの切り順とかも結構重要になってくるかなっていう風に思いますね。はい、例えば初がションパイでペイが3枚切れだで、はい、ペイの後に切るとか、うん、あやっぱり速度感変わってきますね。そこまで、あ、積もりました。トン赤花ドラドラ、マンガンの積まがりですね。一本場です。4000、6000の移動です。はい、ここはサクッと、上がって親番です。麻雀警察も言ってたんですけど、子供の時は親番、他の人の親番を流すのが仕事だと。ああ、いいの言ってましたね。そうですね。やっぱりどうしてもね、サンマ親強いですからね。親強いですよね。親強いですよ。はい。まあ親の時にいかに上がれるかっていうのと、はい、子供は親をいかに流せるか。そうですね。はい。が重要ですよね。そうですね。もちゃん整ってますね。マキちゃん、白とナン、そうですね。リャンシャンテン。ナンがお高瀬と。はい、だナンがもちもち、ピンフちゃんともちもちですね。そうですね、ナンがもちもち、ピンフちゃんは端に寄ってますね。そうですね、はい、19、こういうのね、端に寄ってのは結構難しいですよ、これは。はい、そうですね。
お、白をワンコインしました。いいシャンテンですね。いい形のいいシャンテン。これね、何のポンとかローピンポンとかできるんですけど、はい、果たしてザンルールはそれをやった方がいいのかっていうのはちょっと怪しいですね。そうですね、今花もない状況で、ドラがチーソーなので、泣いて高め4000点っていう感じですかね。そうですね、まあ、やっぱりこういう時に見たいのはその他の人の速度感はちょっと見たいですね。例えば、はい、ね、ターツ落としが入ってるとか、はい、まあ、自敗の切り順だったりとかを見ながら、はい、まあ、仕掛け入ってるとかですね、はい、それで結構泣く泣かないの基準は僕は結構変えたりしてます。そうなんですか、はい、そこまで考えたことがあまりなかったですね。なんかね、あの最近ザンリーグの解説が適当だとかなんかちょっとコメントで見るんで、そうなんですか、ね、解説っぽいこと言おうかなと思って今、はい、はい、あ、そんなことが書かれてるんですね、はい、じゃあしっかり解説をお願いします、はい、あ、ピングちゃんはこれチート率固定ですね、はい、うん、横は見ずですね、横手がメンツでは見ず。さあテンパイ入りました。平沢選手6球走のテンパイです。いいとこ入れましたね、カブピン。そうですね、はい、絶好のリーチ、はい、追っかけですね。え、マキちゃんがウッパーピンの追っかけをしました。ウッパーピン6山、ウッパーピン多いですよ、6山ですね、めっちゃいますね、はい、ただ6球走もまだ4枚いますからね。そうですね、ドラ表に1枚で4対6、はい、はい、ピングちゃんどうする。さすがに2軒リーチには一旦回りますと。さあどうだ、数走一発目、ツモ、ツモリーチ一発、ツモ白赤赤、ハネマンから、ハネマンからハネマンの一枚です。いや、いい上がりですね。いい上がりですか。そうですね、大きいですね、ハネマンの上がり大きいですね。はい、マキちゃんが上がって、難入です。今宵インテリジェンスギャンブラー予想屋マスターこと平井社長が女流雀士の資格を放ってザンリーグに参戦する。ザンリーグ優勝を目指して頑張るぞ。今展望状況はマキちゃんがトップで得点66,000点で、ピングちゃんが54,000点で、親番の平沢元気が30,000点と、うん、はい、まあ平沢さんはね、3万点持ちとはいえ、はい、親番ですから、はい、まだ親番ね残ってるというか、そうですね、もうこれ親番なんで、ここでいかにかかでも、はい、爆発したいですね。逆に言うと他の2人はもうここの親番を流せば、そうですね、まあめちゃくちゃ蹴りたい親ですね。そうですよね、結構点数差2万点以上開いてる状態でのラスト親の人がいるので、そうですね、はい、まっちゃん結構整ってますね。いいですね、ピンクちゃんも白あんこなんといつになってます。平沢追いつけるか、 おいいよ、ツモが生き生きしてますね、マキちゃんは生きしてますね、はい、ちょっとピンフちゃん苦しいけど、でもまあ全然ね、うん、あのこの難は泣きたいですね、難泣きたいですね、マキちゃんからいつ難が出るか、このタイミングで出たものはスルー、お、スルー、スルーしました。なるほど、まだ形が悪いからってことですかね。おそらくそうでしょうね、うん、泣いた後に、まあ、リーチ入ったらどうしようとかっていうのは考えてると思います、はい、うん、なるほど。さあマキちゃん E ピンを引いて、ドラの9ピンを切ってきました、うん、ここもいろいろ選択肢はありそうですけどね。そうですね、まあやっぱりあの最終形が強い方を残したと、はい、イスチーピンの方を残した、はい、そうですね、まあ、ソーズの、はい、数層引きとかなんかなんていうんですかね、ソーズがヘッドになる形はいらんと、はい、いらんという形の、そうですね、ペンチピン外しと、はい、ですね、まあ、まだまだ序盤で情報もないのでっていうのはありますかね。そうですね、はい、それもあると思います。さあマキちゃんパーソン引きました、一数チーピンのテンパイリーチです、そうですね、一数チーピン E ピン全部見えちゃってるんですね。そうですね、数ピン2枚使って、なるほど、じゃあスッチーピン実質スッチーピン、そうですね、うん、はい、このスッチーピンが平沢元気のところに3枚、マキちゃんが2枚なので残り3枚ですね。そうですね、そうピムちゃん、まあでもね3枚あれば十分ですよ、マキちゃん本当に十分すぎるリーチですよ、ピムちゃん押しました、押しましたね、スーランコインシャンテンですね、
これ何もありますね。まだ何が山に1枚何もいる。さあ残ルールは役満将棋が10枚となってますので、これ役満大きいですからね。はい、役満のウェイトが高めになってます。これ多分何が1枚3枚、あっ手またこれはローピン切るか。あ、いますよこれ。山々リーチ来ました。2枚。はい、あぽっちゃ切れてますね。ウーピンが1枚、マキちゃんがウーピン1枚もう捨て牌にあるんで、あそうですね。じゃあ実質何のみ3件リーチです。ウーピン、あこれオープンはせず、ウーピン順からカンピン順からそうですね。平沢元気のウーピンはからですね。何が1枚、はい、スッチピンまだね3枚いる。スッチピンが3枚います。3対1対0。ただこれピンクちゃん何積もったらありますよ。ノリに乗ってます。チピン、マキちゃんの上がりです。メンピン赤赤花花裏一羽マンの1枚です、うん、安くなかったとはいえそうですね。この平沢さん、はい、親番落ちるのがきついですね。そうですね、まあでも行くしかないですよね。まあそうですね、あのカウピンは行きます行きます。はい、さあ平沢元気は苦しくなりましたがラス前です。ドラがローピン、2枚目のマキちゃんが、トップ目で親番です。キンキちゃんちょっと厳しいですね。はい、あこれでも九州本当ですね。でもシャアを切っていくと、はい、平沢選手は平沢選手は苦しそうですね。苦しそうですね、はい、あでもマキちゃん相対できるとマキちゃんが一番そうですね、いい、はい、ツモがヒエキしてますね。そうですね、これね平沢さん難しいですね。うん、あのやっぱ残のルールね1万点刻みで、はい、やっぱり2枚変わってくるので、はい、どこを目指すかっていうところ、まあ、現状やっぱり、うんうん、まあ3着を、はい、あ3着2着を目指すのかなっていうところですけどね。うん、そうですね、うん、2着との差は、3万6千点、そうですね3万6千点なん で最後、まあ、あのピンクちゃん親番なんで、はい、まあ、どこに最後オーラスにどこに照準を合わせるかっていうところじゃないですかね。うん、まあ、あのそうですね、倍満に倍満坪に照準を合わせるのであれば、はい、ここで1万点の加点、はい、なんで満貫積もりたいっていう感じですね。満貫晴れ満ぐらいは上がっておきたいというところですね。なるほど、そうです。もうここまでいったら8万点をまくるのはなかなか厳しいので2着を目指すと平沢選手的にはそうですね、ちょっと厳しいかなっていう感じします。はい、まああの晴れ満晴れ満でも2万4000点あ、積も上がりであれば、OK ですね、積も上がりであれば OK ですよね。はい、同着か。さあ、帰るのが1万6000と2万、そうですね、同着で、はい、ぴったり。そうですよね、羽ま、羽積も羽積もで分けます。なんちゃ、ちいちゃ、はい、でそうですね、席で2着が取れると。マキちゃんにイーシャンテンが入ってます。まあ、マキちゃんここで叩けるだけ叩きたいですね。そうですね、お先にチーピンを切りました。はい、ちょっとスリムに。お、平沢元気がイーシャンテンになってます。さあこれどうする。キューピンを切りました。キューピンを切りましたね。はい、カンパーピン受けを残してってことですね。そうですね、はい、これはピンズの上が2人とも切っているのでパワーピンが良さそうってことなんですかね。あ、キューピンも2枚切れてるというのもあるかもしれないです。そうですね、うん、はい、さあピンちゃんパワーピンを引き入れて、ここもちょっとスリムに入れてますね。はい、白は、まあ、白ションパイなんで、はい、まあ、どこで切るかっていうところですよね。うん、あここでまあ白切れたんで、はい、合わせね、箱を合わせていくと、うん、ああイーシャンテンがつお、ラツアイのパーピンを引いてサブローピンのリーチです。高い高いです。今回も高い面ピン4高め、はい、高めドラですね。そうですね、面ピン赤赤花花でサブローピンの、ローピンがドラになってます。これ平沢さん選択っすね。まあ選択そうですね、お一番強く言いそう。あ、
一発つもです。一発なら関係ないと。一発つも赤赤花花はい、はい、ハネマンの一枚つも上がりです。あ、バイマンですね。バイマンの一枚をつも上がりです。マキちゃんやっぱり強いですね。強いっす。強いですね。これで、10万4000点持ちになりました。まあそうですね。言っても平沢さんはもうこれでもっとやることが明確になったっていう。そうですね。マキちゃんはもうひたすらやると。で、はい、ピューちゃんはね、これどうちょっと難しいですよね。でもまあ5万点にはしたいなっていう感じがします。うん、そうですよね。やっぱ羽マン積もると平沢さん飛んじゃうんですけど、はい、まあそれはそれで飛ばしの2枚もありますし、飛ばしの2枚と、原点復活と、はい、そうですね。平沢選手はもうとにかくまずは飛ばないように、そうですね、はい、していきたいで、いけるのであれば2着目指していくというところですね。ここはもうがぜん親のマキちゃん有利ですね。そうですね、もう有利ですね、これはもう、はい、何してもリーチかけても2人ともなかなか攻めにくいので、うん、先制リーチ打てたら、まあでもまあ平沢さんね、マンガン積もられたら飛んじゃうんで、あの、あ、もう行くしかない、もう行くしかないですね、これ確かにそうですね、行くしかないんですけど、平沢さん、まあシャアがね約杯ですから、平沢さんは、はい、うん、まあ泣いていきたいですね。はい、そうですね、飛ばないために、はい、命を大事にですよ、ここ。そうですね、作戦、命を大事に、命を大事にです。うん、そうですね、飛びがやっぱりでかいですからね。そうですね、うん、はい、2枚も取られるし、ピンちゃんもね、はい、どうせ上がるんだったら漫画上がりたいですね。うん、やっぱり漫画上がると1本場で9000点で5万点台になるので。そうですね、最低でも満願。さあ平沢元気、いい形の十分形でいいシャンテンです。マキちゃんもいいシャンテンになってます。さあ天杯入りました。サブロソです。これリーチですね。はい、もうね、ここは上がっておきたい。ここまで来たらもう2人の立場からしたらマキちゃんはもうあの全部いきます。全部いきますか。はい、全部いきます。はい、まあ、振っても栄養ぐらいの。そうですね、はい、まあ、形も悪くないですし、うん、ピンクちゃんからしたらね、これちょっと、まあ、飛ばしたいっていうのもあるんでしょうけど、回復したい、回復してほしいっていうのもあると思いますね。あ、そうですね、次局オーラス連チャン勝負みたいなのがですから、はい、確かに。ここ一回ね、あの平沢さんに漫画上がってもらうと、はい、次やっぱりあの倍も上がっても一回倍マンツモでも耐えられるんで、はい、3万6000点縮まってマキちゃんの背中が見えてくると思います。なるほど、積もりました。リーズも花々赤一、はい、はい、マンガンの一本場4000、6000の移動ですね。はい、さあここで点数が1万点回復しましたね。そうですね、平沢選手で、オーラスです。親はよそやマスターピンフちゃん、ドラがチュンです。ピンフちゃんはもう連チャンしたいですね。連チャンしたいですよね、うん、はい、せっかくというか平沢元気選手が、回復してくれたので、まだバイマン積もってもいける状況、ね、はい、はい、なので今マキちゃんとピンフちゃんの点数が、はい、5万、違う、6万1000点差。そうですね、6万1000、結構ね、6万1000点、バイマンハネマンですか。そうですね、バイマンハネマンでいけます。そうですよね、はい、ハネマンでですね。なのでまだまだ、まあ、点数離れてるにせよトップは見える状況ですね。そうですね、はい、逆にこれね、あの平沢さん、あのもう見た目でハネマンみたいなリーチが打てるときに、はい、平沢さんから出るとそれで終わっちゃうんで。そうですね、なんかオープンリーチっていう選択肢もね、確かに、ます、ね、はい、そうですね、トップを見るなら、はい、やっぱりこれ平沢選手は1万5000点持ちで2万2000点差なので、バイマンツも上がり、もしくはハネマン直撃ですね。そうですね、うん、はい、さあいい形のいいシャンテンになってます。広いですね、テンパイ早い、はい、マキちゃんがイスビのテンパイ入りました。チュン
ドラ5羽もありますね。高いな。いいですね。はい。あ、積もりました。サクッと積もって、羽マンの積も上がりで終了です。はい。皆さんいい麻雀でした、ね。そうですね。うん、たらたら終始まきちゃんが強かったと。強かったですね。積も上がりで、裏も裏とか一発乗せたんでチップも多分プラスで勝ち増えたんじゃないかなと思います。はいすね、多分トップに、はい、トップ成績に上がったんじゃないかなと思います。うんはい、平沢元気選手はさっきトップ取りましたが、今回ラストということでしたが、まあ、まだまだ、ありますので試合もですね。そうですね、まだ長いですから、はいはい、まだまだ長い。セミファイナルあと 8回戦、全部で12回戦でこれが4回目なんで、そうですね、今4回戦なんで、そうですね、はい、3分の1終わった状況ですので、引き続き皆さん、ご視聴よろしくお願いします。では勝利者インタビューに移ります。で見事トップを取りました、健康麻雀2番目のまきちゃんです。おめでとうございます。ありがとうございます。強かったですね。ツモ上がりサクサク入ってきました。いやもうツモが生き生きしましたね。めっちゃ良かったです、うん、はい、はい、もうでも2人ともあの反撃させる余裕も持たせずはい、強かったですね。でも成績がすごい安定というか常に上の方ですよね、まきちゃん。はい、なんかね、カンパーピン出てサクロピンのリーチ、はい、 はい、あれとかね、あの選択肢いくつかあったと思うんですけど、そうですね、あれ なんか割とノータイムでカンパーピンがなくなってながらみたいな感じですね、うん、はい、 いやあれも素晴らしいですよね。いい方から入りましたね。はい、本当に。でもあれ一応最後のパーピンだったんですけどサクッと入れて。あ、そうなんですか。そうなんです。はい、ちょっと行きましょうと思ってます。そうですよね、景色良さそうでしたよね。はい、解説でもなんかピンズの上良さそうに見えてるんだろうなみたいな。見えますね。はい、はい、うん、普段は結構鍛えられてるんですか、2番目で。まあまあ、はい。わかりました、はい、まだあと8回戦ありますんで、はいはい、引き続き頑張ってください。はい、はい、2番目のまきちゃんでした。おめでとうございます。